はい、こんにちは、この子猫です。今回はロシアが誇る、いや人類が誇る文豪ドストエフスキーの作品、まだ読んでないけどこれから読みたいという方向けに、どの順番で読んだらよいか、私なりのおすすめを話したいと思います。さて早速最初の一冊目ですが、間違いなくこれを推します。罪と罰です。まずはね、これを読みましょう。なぜならですね、この罪と罰が唯一ドストエフスキー作品特有の難しさがありつつも、最後まで読めばとりあえずドストエフスキーが何を言いたかったか分かる作品だからです。まあ、ドストエフスキー作品って現代小説と比べると難しいんです。まあ、正直ね、読みやすさとかはほぼ考慮されてない。なぜならですね、読者のためには書いてないからです。もっと上位の存在、まあ、神とか人生の真理とかそういうものの探求のために書かれているんです。ので一見物語の本筋に関係ないような神学論争や人生観に対する長い独白とか、そういうのが随所に出てくる。でもですね、その難しさ、崇高な難しさこそがドストエフスキーが世界中で愛されている理由であり、罪と罰にもちゃんとその要素が内包されている。にもかかわらずですね、罪と罰は分かりやすいんです。ドストエフスキーがこの作品で何を探求したかったかすごく分かりやすい。まさにね、タイトルにある罪と罰を探求していたんだというのが最後まで読めばちゃんと分かる。難しさが売りのドストエフスキー作品をちゃんと読みましたと胸を張って言えて、かつドストエフスキー作品読んだけどよく分からなかったからもう読まなくていいやとはならない。難しさと分かるを両立させている唯一の作品かと思いますので、ぜひドストエフスキー一冊目として罪と罰読んでいただければと思います。さて2冊目からは分岐が入ります。罪と罰を読んで難しかった、もうちょっと軽いのが読みたいという人は、白夜、賭博者、貧しき人々、虐げられた人々がおすすめです。白夜は短編の美しい純愛もの、まあ、かつねドストエフスキーらしくストレートな純愛では終わらせないところが良い作品です。賭博者は中編、まあ、ギャンブル依存症の話なのですが、まあ、ギャンブルでねお金が急に増えたり減ったりしていく描写が爽快で、まあ、悲しい話のはずなのになぜか楽しさが感じられる、まあ、ギャンブル好きだったドストエフスキーらしい作品です。貧しき人々は中編でドストエフスキー処女作、貧しい人々に対するドストエフスキーの人道的愛を感じられます。虐げられた人々は貧しき人々の続編ともいえる長編、まあ、比較的読みやすくドストエフスキーが、まあ、人道主義に振り切った作品でとても泣きます。まあ、これらはね比較的優しい作品を読んでやっぱりドストエフスキーいいなと思ったら、ぜひね次の難しいドストエフスキー作品群にも挑戦していってほしいです。さてそれですね、パターン2、罪と罰を読んで
もっと難しいのでもいけるという方は以下の順序がおすすめです。まずドストエフスキー処女作貧しき人々で、ドストエフスキーの貧困層への愛を知ります。そして次、死の家の記憶で、死刑宣告後取り消されシベリア流刑を受けていた時期のドストエフスキーのことを知りましょう。地下室の手記、20年間地下室に引きこもっていた男のお話、ドストエフスキーの鬱屈した考えを知りましょう。この頃からダークサイド的作品が増えていきます。白痴、ドストエフスキーが思考の人物を探求した長編です。私が海外文学の中で最も好きなヒロイン、ナスターシャも出てきます。まあ、破滅願望持ちのやばい女性なんですが、悪霊、まあ、個人的にはドストエフスキー作品の中で最も難解だと思っています。まあ、ここでですね、ドストエフスキーの持つ革命に対する考えを知ります。そしてですね、これらを読んだらぜひドストエフスキーの人生の集大成とも言える作品、カラマーゾフの兄弟を読んでほしいです。まあ、ドストエフスキーね、最後の作品にして今までのドストエフスキーが各作品で探求してきた事柄が全てこの作品に詰め込まれています。まあ、とても有名な大審問官という神学論争もあり、まあ、人生観に対する長い独白もあり、まあ、ということでですね、まあ、難しさも罪と罰の数倍ですが、ちゃんとドストエフスキーなりの人生に対する答えも感じ取れる作品、私個人としてもやはりカラマーゾフの兄弟こそがドストエフスキー作品の中で至高と胸を張って言える作品、まあね、ぜひね、ドストエフスキー作品いろいろと読んだ後にその総仕上げとしてカラマーゾフの兄弟読んでいただければと思います。お、こんな感じで今回はドストエフスキー作品をどんな順番で読んだらよいか、私なりのおすすめをお話しさせていただきました。まあ、これ以外にもね、こんな読み方があるよとか、こんな作品があるよというのは別途 YouTube ライブで話をしています。説明欄にリンクを貼っていますので、そちらも合わせてご覧いただければ嬉しいです。と、このようにこのチャンネルでは毎日1回読書に関する動画を投稿していますので、気に入ってくれた方はぜひ高評価やチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではまた明日お会いしましょう。バイバーイ。